いい試合、そしていい人材が現れてきた岡山。さあ今日は琉球アスティーダと岡山ディベッツの全試合をハイライトで振り返ります。解説はホープスナショナルチーム男子監督の松下雄二さんです。今日の第一マッチダブルスは琉球アスティーダが有信と平野、岡山ディベッツが森園と町のペアとなりました。このマッチも非常にどのチームにとっても重要な一マッチになりましたね。そうですね、まあ、結果的にこの本当にダブルスを勝利したことで、まあ、岡山が流れを作りましたね。まあ、第2ゲームの途中まで琉球のペースだったんですけども、まあ、途中で少し消極的になったこう隙を突いたところが、まあ、本当に森園選手岡山ペアさすがだと思いましたね。マッチカウント2対1で岡山ペアが取りました。そして第2マッチのシングルス、琉球が戸上、岡山が龍崎桐蔭の試合となりました。このゲームはいかがでしょうか。そうですね、3ゲームとも中盤までは龍崎選手非常に互角だったんですけども、後半ですね、こうなかなかこう点数が伸びずに、まあ、逆に戸上選手は後半の強さがすごくこう光りましたね。まあ、本当に本人今日が初の T リーグの参戦ということで、まあ、ほっとしてるんじゃないですかね。はい、ゲームカウント3対0で岡山の龍崎桐蔭を下しました。まあ、龍崎も、まあ、2ゲームそれぞれ9点まで上げてるんですよね。そうですね、まあ、この1点が本当に卓球近くて遠いですから、まあ、今後の課題だと思いますね、龍崎選手は。お互いに1マッチずつ取って第3マッチ、琉球がキャプテンの吉村、そして岡山が森園、まあ、T リーグではこれが3試合目となりました。このマッチ序盤森園がリードしていきました。そうですね、本当に森園選手の試合運びが光りましたね。まあ、一方吉村選手は第3ゲームのその後半から少しプレーが単調になりましたね。はい、もう少しこう吉村選手らしいこう戦術転換が見れるかなと思ってたんですけども、まあ、今日のところは、まあ、森園選手の軍配が上がりましたね。そして運命の第4マッチ、琉球アスティーダが左のエース宇田幸也、そして岡山ディベッツが高校3年生、今日が2戦目の T リーグ谷垣優真の一戦でした。このマッチはいかがですか。宇田選手が最後まで谷垣選手のサービスに苦しめられたところがですね、他の技術にもすごく影響してしまって、はい、まあ、調子が出ませんでしたね。まあ、しかしながら宇田選手実力ありますから、はい、まあ、これから試合重ねていけばいいプレー出るんじゃないですかね。ゲームカウント3対0で宇田幸也にストレートで勝ちを収めました。まあ、これで岡山ディベッツはマッチカウント3対1で今シーズン嬉しい3勝目を挙げています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。